電験三種問題解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。今回は受講生の方からご質問をいただきました平成23年度機械科目の問いの4について解説していきたいと思います。こちらの問題は同期発電機の出力端子間電圧を求めるという問題なんですが A 問題の中ではかなり難易度が高いというか、解き方を1個間違えると、もう絶対に答えが出てこないレベルの問題なんですね。まあ、もともと同機器の問題というのは全般的に難易度が高いんですが、この問題は少々珍しい解き方をしなきゃいけないので、まあ、そういう意味で難しいですかね。ただ、ベクトル図を書く必要がないっていうですね、まあ、ある意味同機器の中では珍しいタイプの問題でもあります。 さあ、それではやっていきましょう。スター結線の非特極型3層同期発電機があり各層の同期リアクタンスが3オーム無負荷時の出力端子と中性転換の電圧が424.2ボルトちなみにこの424.2って何でそんな中途半端なのっていうのは後で分かります。 でこの発電機に1層あたり R プラス JXL の3層平行スター結線の負荷を接続したところ、各層に50アンペアの電流が流れたと。で、えー、接続した負荷は誘導性で、そのリアクタンス分は3オームと言ってます。あのー、これ誘導性だから全部リアクタンスってわけではなくて、ちゃんと抵抗分もあるんですね。 で、これ、ポイントとして、0時の強さは一定で変化しないものと言っております。では、やっていきましょう。まず、無負荷時の等価回路、1層分ですね。等価回路を書くと、まあ、こんな感じですと。で、えー、誘導起電力があり、同期リアクタンスが3オーム、出力端子電圧が4、24. 2 4 2ボルトこの問題、無負荷ですから、電流が0アンペアなので、 同期リアクタースでの電圧効果は存在しません。なので、えー、この無負荷時の回路から内部誘導起電力1層分の大きさが、まあ、そのまま4、24. 2 4 2ボルトであるということがわかるんですね。で、次です。負荷を接続と。はい。で、そうすると、この出力の端子のところにプラス J3 オームと。 RO モの負荷を接続して、そこに50アンペア流れたよと言っております。で、この時の端子電圧。で、これ、問題で聞いてるのが、出力端子間電圧なんで、これ、線間電圧なんですよ。これ。はい。これ、線間なんですよね。これ、いやらしいですよね。上で言ってる、こう、424.2V って、これ、一層分なんですよ。 あの本当たち悪いですよね。そういう意味でね。はい。これ、出力端子と中性転換って言ってますから、これ一層分なんですよ。総電圧ね。はい。で、あの、こういう状態になると、結構、あの、いろんな同期期の問題やってると、まずですね、どうしてもこの、誘導起電力と端子電圧に対する、こう、ベクトル図を書きたくなっちゃうんですが、この問題はね、ベクトル図絶対書いちゃダメなんです。で、どう考えるかっていうと、まず、 この全体のインピーダンスを考えます。はい、で、これまあ単純で、424.2を50で割るだけ。で、そうすると8.484です。で、あのここでね、皆さんの注目してもらいたいんですよ。なんかルート2が関係しているような数字に見えません ?1.414、14 8.484、なんかあんじゃねえかということで、はい、これ8.484を ルート2、まあ、要は1.414、一呼一呼で割ってみてください。そうすると、6って出るんですよ。つまり、これ6、6ルート2オームだっていうのが分かるんですよ。で、それ狙って作ってますから、これ、出題者の人は。で、これ、えー、一応、インピーダンスに関するベクトル図、回路全体のですよ。回路全体のインピーダンスに関するベクトル図を考えますと、虚数部、プラスの J6 で、えー、R オーム、実数部ですね。 でその合計が6ルート2。これ、1対1対ルート2が成り立っているんですよ。なので、R イコール6オームと分かります。あのただ、これ、あれご理解いただくために書いてるだけで、別にあ6ルート2で6オームだから6オームって出ちゃえばいいんですよ。であのもし、こういうのを考えるのがめんどくさかったら、もう純粋にあの本当に電卓で打っちゃってもいいです。で電卓で打つんだったら、こういう手順ですよね。 8.484の事情から6の事情を引いてルート取ると。まあ、これでもちろん同じ答えは出てきます、はい。で、これで R イコール6オームと出ました。で、この回路に R イコール6オームを代入しますと。で、今度は、この6オームとプラス J3 オームの電圧を求めるんですよ。で、つまり、 この負荷のインピーダンスに50アンペアが流れた時の電圧を求めるっていう感じです。まあ、ちょっと違和感感じる手順かもしれませんが、これがあの最短なんですね、正直言って。で、そうすると、まあ、これはもう真面目にインピーダンスを求めましょう。3の事情と6の事情のルート。そうすると6.71オ h です。そうしますと、はい、ルート3分の VT。で、これ注意です。ルート3分の VT ですよ。 50×6.71 335.5V であの本当に気をつけていただきたいのが、これ335って答えあるんですよ。絶対に飛びついちゃだめですよ、これ。答えで聞いてるの、何度も言いますが、線艦電圧なので、最後にこいつをルート3倍して、581.1ボルト。なので、4番と求めるわけです。 同機器の中ではかなり異色な問題ですね。あのまあ、逆に言うと、か同機器のいつものこうすごく難易度が高いベクトル図を書かなくて済むっていう意味では簡単なんですけど、同機器の問題に慣れてる人にとっては、むしろドつボにはまってしまうタイプの問題です。結構あの答え聞いて、え、そんなんでいいのかよってなってしまうんですね。まあ、なので、 まああのこれ本当にシンプルに考えて解くっていうですね感覚もやっぱり身につけた方がいいかもしれません。どうしてもいろいろ勉強していくと難しく考えがちになってしまうんですよ。で、そういうところをですね、点検算数ってついてくるんですよね。あの絶対に皆さんはそういう罠にはまらないように、えー、訓練していただければと思います。はい、ということで、えー、今回の問題解説はここまでとさせていただきます。 今後もぜひ電験三種問題解説動画をご覧いただければ幸いですでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます当チャンネルでは電気工事士電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です是非チャンネル登録の方よろしくお願いいたします